カーが集う爆連ハイスクールのクラスメイトでチームを結成します。はい、計4チームにより総当たりの予選リーグ全6試合を行い、勝率上位チームで決勝戦を行う全7回の連載企画となっております。はい、決勝戦で勝利した優勝チームには賞金が授与されまして、はい、されます、はい、されます、されます。爆連ハイスクールの頂点に君臨するのは果たしてどのチームなのかということで、今回は全6試合なんで、はい、うん、だいぶ佳境に迫ってきております。そうですね、はい、うん、戦うのは我々チームのぼり龍、そしてはい、我々チームフラワーパウダーです。かわいい。ちなみにフラワーパウダーというのは、あ、全然可愛くなくて、ね、花粉症なだけ。そう、2人ともね、はい、重度の花粉症なの。そうなんです、うん、あ、でも私も入れます。あ、私も、私も、そうですね。みんな、じゃあもうみんなフラワーパウダーで分かり合える、うん、分かり合える、うん、確かに花粉症のイメージある2人とも。そうなんだよね。そう、そうなんね、花粉に切れてるもんね、よく。そう、花粉に切れてる、切れてる。でもほら、ちょっとマシになってきたから、そう、今時期的に。そうですね、やっとね、本気出せるね。いや、こっからだよね。そうですか。全然、全然本気だもんね。ほんと、全然具合悪いもんね。ちょっと触れるんですけど、フラワーパウダーチーム今ダントツなんですよ。あれ、あれ、おかしい、おかしい、全力出してない、出してない、出してない。花粉症ですごいひどい時期に多分やってたと思うんですけど、そうだよね、成績はめちゃくちゃ良くて、うん、あら、おかしい、今日やば、そう、え、めっちゃ今日逆に花粉が弱くなってるから、確かに弱くなるんじゃない。え、逆に、あ、そういうこと、そういうこと、花粉味方に出てきた。しかもね、我々登り龍にとってはめちゃくちゃ大事な試合で、うん、今日我々は決勝に進むためには、うん、フラワーパウダーに絶対勝たなきゃいけない、うん、かつ、そのままプラス2万先発ぐらい、え、あ、そう、うん、じゃないと勝ち上がれないから、うん、はい、もうフラワーパウダーの2人にはマジ遊んでてもらって、遊んでても、遊んでもう、アマとか打っててください。そうだね、そう、アマとか本当打っていただいて遊んでてほしい。いいよね、それでね、うん、それがいい。2人はね、うん、何をやっても決勝は正直約束されてます。あ、なるほど、確定してるんですね。あ、そこそこ、我々のボリー流が決勝に行くか、このなっちゃんとまさしげちゃんのチームが決勝に行くかっていう感じなんで、そうか、なるほど、そう、それが決まるっていう感じかな、うん、で、個人の成績もやっぱりフラワーパウダーの、うん、2人いるもんな、緑とチェリちゃんも、うんうん、一応個人賞が今回も最多一撃レンチャン賞、うん、一撃のレンチャン数が最も多かった、うん、最多初当たり賞 MVP とあるんですけど、うん、そこをみのりん、チェリーちゃん、なっちゃんがまあ最多初当たりなんですけど、うん、これはまあ結構決勝行った人が有利ですもんね、うん、まあ間違いないね、できるから、うん、しかも結構きつくない、チェリーちゃん、すごい出してくれてるんですよ、先生が、ね、そうね、定だもんな。こうね、フラワーパウダーが今独走状態ですが、それを止めるべく、うん、登り龍も頑張んなきゃいけないですけど、どうですか、高田先生。いや、高田、聞いてくださいよ、ちょっと。あの、キンキンで3日間で10万発出しまして、はい、3日間で、もう、はい、もう多分終わりです。そうだね、うん、そうだね、4日目はないです、本当に。いや、今まで3日間で10万発だよね。すごいね、3日間で10万発。じゃ今日1日行っちゃおうよ、10万発。あ、順番に、あ、まとめて、まとめていきます。じゃあ、なるほど。結構でも高田さんは頑張ってくれてるんですよ。うん、あ、なるほど。ぶっちゃけ私が足引っ張っちゃってるんで、さすがに今日ぐらいはしっかり。うん、そうですね。なんかキンちゃんも最近結構やれてるシーズンみたいな小耳に、うん。やれてるシーズン。うん、今月はほぼ負けてないです。ほぼ負けてない、先月ほぼ負けてたんだけど、え、うん、あ、今月まだほぼ負けてない、流れがキュインちゃんの、ね、そう、バック出し情報があっちこっちから来るね、すごい、まあちょっとね、相棒見つけちゃったんで、あ、タイのね、タイの相棒、こっちの相棒なんかちょっとすごい今寂しい顔したと思った高田ちゃんが、高田ちゃんもちろん相棒なんですけど、このこっちの方、こっちがね、なるほどね、なるほど、うん、まあ今日は頑張ります、うん、2人はどうですか、一応消化試合っぽくはなっちゃうけど、そうだね、まあ個人賞はね、ね、遊んでていいっていう話だから、うん、私ちょっとチェリちゃんと隣で一緒に打ちたいな、一緒にね、で、うん、ね、うん、楽しく ね、うん、ね、なんかプリクラとか撮ってくる、プリクラ、せっかく来てるしね、そうだね、行ってこうかな、行ってこようか、ある、うん、あるかな、まあ、てな
感じで、はい、まあ、お互いね状況は違うんですけど、うん、頑張っていきたいなということで、はいはい、そしてねハイライト予選第5試合、うん、全敗を避けたいねジャニアリーモンキーズと、うん、まあ、2勝目を2勝目、まあ、我々が争っているこのザコア引っ込んでるチームが対戦しまして、うん、ここでねこの2人が負けてたらうちらの条件も軽くなってたんだけど、だいぶ、うん、このザコア引っ込んでるチームが勝ったことによって今回決勝に行くチームが分からなくなっているので、うん、まあ、面白くしていただけたかなという感じなんで、我々は何としてでもそうですね、さだま2万発以上出して、うん、今日勝って、うん、できたらここで決勝戦、あ、そうですね、もう一回ね、もう一回、もう一回ね、うん、できるよ、うん、できるね、はい、頑張っていきたいと思います、はい、それでは実践スタートです、頑張ります、はい、はい、なんかみんなフェアリーテールに、ね、なってますけど、うん、とりあえず、我々も朝はね、朝ちょっとね、うん、打ってみよう、攻めようかなということで、はい、はい、隣同士で楽しく打ちたいと思います、はい、はい、頑張ります、え、初打ち、初打ち、おう、いいね、とりあえず3球球当てればいい、オッケー、うん、当たる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 、全然当たるはい、では相棒をご紹介します、フェアリーテールでございます。いや本当に私この台でまだ負けたことがないんで、今日ね上り竜はマジで後がないんで、まあ、3万発4万発5万発出す勢いでちょっと打っていこうかなっていうことで、相棒ぴったりなんで出玉力めちゃめちゃ高いし、まあ、相性もいいということで、今日しっかりさだまプラスまあ22154ぐらいで決勝に上がれますので、しっかりねさだま出して決勝でまたあの2人に会いたいと思います。ただね隣にいるんですよ、フラワーパウダーが、遊んでていいって言ってるのにフェアリーテール打たれて出されちゃうと、うちらがさだまのノルマクリアしてもシンプル勝てない可能性がある、めちゃめちゃ出しちゃったら、それがちょっと不安なんで、高田ちゃんと私2人で3万発ぐらい出す勢いで頑張ります。はい、予選第6試合ということで、我々チーム上り竜はですね、今回なんとしてでもさだま22145発かな、確か以上プラスにしないと決勝に上がれないので、うん、是が非でもねこう出さなきゃいけないというところで、まあ、私が1台目に選んだのはガロー11位なんですけど、まあ、なぜガローに座ったかっていうのもですね、過去にあのめちゃくちゃ出したからですあのなんかやれそうな気がしますというのでガローから打っていこうと思います。あの、まあ、あのキュンちゃんがね、相棒のキュンちゃんはあのフェアリーテールを多分打つと思うので、まあどっちもね出玉にも期待ができるとは思うので、なるべく低投手で早めに当てたいと思います、頑張ります。そうだから最近の個人的なね引きがね、あ、だからようやくパチンコってあの収束するんだなってあの11年やってきて初めて思いました本当に長く苦しいというかね、今年2024年年間収支がですね60万超えてたんですけど、その3日間10万発出したおかげでですね、あの37万ぐらいまでいったのかな、あ、32万ですね、いやだいぶ頑張ったマジで助かったと思って本当えぐい引きしてたんですよその3日間、もうそういう時に限ってあのカメラがないんです、カメラの前でやれっていう話なんですけどね、カメラがないところでさえぐい引きを見せまして、でもあの信じられないかもしれないですけど本当なんですよ、事実なんです。辛い、長く辛かったからさパチンコ勝てなくて、ようやくなんか報われたなと
まあ、それでもね年間収集は全然負けてるんですけど、これがあるからだからね、あのパチンコ本当やめられないと思って。ましてやそのキュインちゃんもねかなり調子いいみたいですし、2万2000発マジで出せるんじゃないかと思ってますよ、うん、早い。これまああの鳴ったので FOG は完成しますね。まあ今のところ別に びっくりした。あこうあ、まあ、天使も、まあ、天使はいない。ただまあ完成します。あ、OK OK OK、はい、いいよ、早い早い、一発目。あどこ行きますか。あシスラだったかな。タイトル赤欲しいな。赤赤あ青だ、弱い弱いけども、チャンスアップでもステージですね、まあ、ここ候補になるとステージ欲しい。ここで完成すればステージ来て来てお願い、お願い、はい来ないってなると、最後当落ですね。ボタン剣赤ロ剣あとタッチ3種類あって、ボタンだけでも出てくれれば、あーこれ出ない、さすがにこれは厳しいな、出ないね。おかしい、おかしい、ごめんなさい、めっちゃでかく当たった。え15回転です、嘘でしょ。おい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 、ちょっと当たりました、やった。本当にさあ、もういやもうここ入れないと、入れればいいんですよ。え、びっくりした、マジでこれ一撃か連打、一撃の方がもちろんチャンス。あボタン連打だけども、はいお願いします、いけいけ、いかない、いかないんかい。いやでもですよ、さすがに無理だと思ったけどな、ノーマルでいきますね。投資2000円です、はい、いやーではここ今作のガロのね、今作のいいところって時短、通常引っ張っても150回時短もらえるんですよ。こんだけあったらなんか引ける気するじゃないですか。してる、引くよ。エンペラータイムはまだ終わっていないと言いたい。これやってっぱい、てっぱい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 、いけ、はい、まだまだあと100回転もあるから、この保留育たないから、ダメか。なんか鳴った鳴ったけど、これ何の音これ止まりはするんじゃない、うん、
これまあ、スザク、あーやばい。あーガロもいないからちょっとな弱いですね。ガロットの共闘だったらまあチャンスはチャンスなんですけど、聖獣の中でも聖竜が一番まああの信頼度というかまあ弱いので、はい、うん、そうだね、まあ、スザクでようやくチャンスかなっていう感じだとは思います。頑張れ頑張れ、ああダメか、はい終わりです。はい、早くね15回転で当たったんですが通常単発ということで、いやーせっかく当たったのにな、悔しいな。いやまあねガロー弾が150つくっていうのはいいところであるんですけどね、出玉的にはね300発なんでやっぱ入れないと入れないとちょっとお話にならないと言いますか、まあ、でも早く当たったっていうのはねいいことよ。次のあたりではラッシュ入れないとね。うわおー早速来たよ、サギローリング赤、この時点でもう 50%。 これはこの辺が鬼だから多分違うかな、出せるかな。今グレイステージにいるんで地図柄かな、グレイがなんで1先輩が熱くなります。77%かつ当たればラッシュのイルミ赤かこれがね、スキーとかだったらな、集まり方は割とぬるっとしてます。当たりなんで、あとフェアリーチャッチ
の24回転ですね。力ぞろい。よし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 。やりました。来ました。頑張る頑張る。当てて当てて。当てる当てる。カスタム入れてるんで 50% 赤ね。で保留が変わってますね。これちょっとね初めてだからこの保留が変わっていくのかもしれないけど、どんな感じか現状ちょっとまだ把握できてないですけど、頼む。先読みもね入れてるからね。おお、振動振動。歴史
来てる来てる、なんか釣ってるよ、なんか釣ってるよ、ルーレットも回ってますね。何色を釣るのかな。あ、ね、デンジャー柄、デンジャー柄来ました。デンジャー今こっちのルーレットでデンジャー出た。当たるんじゃない、ね、当たるよこれ、ね、早いな。いいぞいいぞ、追い込もう。めっちゃ今保留選んでる感じ。赤い赤い、継続だ、頑張ってくれ。まだ長いね、保留選ぶのね、釣り精神滅ラブ、ずっと保留選んでるしてる長い方が熱そうじゃないね。金とか金とか釣ってくれないかしら。でもデンジャー柄出てたから。ネクスト成功って言ってますね。次に行きましょう。あ、もう金色、うわ出てきた。やっぱね、 なんだろう、私思うんですけど、パチンコあんまりよく分かってないで、いきなり打った時のビギナーズラックすごい爆発力だと思ってるので、ちょっとそうなれるように頑張ります。あ、紫釣った、紫だ保留。いやでも金エースめっちゃ来てるしね、当たってほしいよね。レンジャー柄も来てるし ね、レンジャー柄来てる。大丈夫だと思うんだけどな。タイトル普通、あ、なんか赤になった。いいぞ、チャンスアップしました。セリフは白いけど、あ、赤になった。いい感じ、大丈夫でしょう、行くでしょう。お願いします。上がってきたよ、燃えてきた、ウェーイ、あ、強撃衝撃、当たるの、当たる、まだまだまだ、もうちょっと。あ、金色、かっこいいね、歌の入り方かっこよ。衝撃500年も生きてるの。まあね、34回転だね、早いね、ありがたい。長いよろしくお願いします、マスター。お、回ってる、イエーイ、やったー。おー、いい、これはいい演出、高まるやつだ、やった。おお、はい、ヨーズ柄で当たっておりますと。やったー、34回転で、あ、これ図柄がどうなるかですね。どうどうどう、イオンだ、イオン図柄でした。まあでも結構最後の方で、ね、はい、告知あるから、すごいなんか音鳴った。はい、34回転投資が3500円、い安い、はい、ボタレータね、 OK よ、開放させましょう。せいやー、来い、頑張れ、もっと行くんだ、大丈夫大丈夫、あダメだった、うわあっという間に終わっちゃった喜んだのもつかの間、え、しょうがない、次またすぐ当てましょう。あ、ダメだった終わっちゃった。おー、来たー、おー、来たー来ましたよ、赤のロビン君、緑、頑張れ、当たってほしい、2人とも当ててるもんね、うん、くるくる、これめっちゃ応援、めっちゃ応援、
か大丈夫かな。タイトルはないね。はい、まあネクスト。やっぱさっきあのチェリちゃんも入ってたけど、京都行くの結構大事っぽい気がするんですよね。なので、まあ、最終的には衝撃か、衝撃行ってほしいな。はい、3点目。はい、赤テロップ。気がする。なんとなくだけど。強撃っていかないもんね。あこれはだいぶ怪しいです。え、お、どうした？ってことね。びっくりした。一瞬燃えたけど。おー、来た。強撃来た。オッケー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 。いけるいける。頼むよ。当たりそう。いいね、この二人の強撃は初めて見るかも。当たってほしい。当たってほしい。当たると思う。はい、赤でロップからの、お、おー、超レインボーでした。わー、やったー。当たった。よかった。よかった。いただきです。やっぱり 50% でした。ありがとうございます。
162回転ですね。よいしょ、やったやった。投資1万1000円になります。よいしょ、ここからみのりのバックダッシュが始まるぞ始まるぞ。じゃあここで決まることもあるのか。でも後半でダッシュ行くことしかないんだよな。うん、オッケー、とりあえずボーナスゲットです。あー、よかった、とりあえずこれでみんなと並んだ。お願い、覚醒してください、頼みます。はい、お願い、頼むよ、結構あるんだよ、振り分け的には。よっしゃ、オッケー、入った、よし、よし、天才、風が、さすが。さあ、ラッシュゲットしました。よしよし、でもね、ラッシュに入れてゴールじゃないんですよ。私はもう本当に駆け抜け好きらしくて、あのすぐにダメな方が引いちゃうんでいつも今日は絶対そんなことないように。おー、ドーバトルでいこうか。はい、10回転以内に当てます。そのぐらいの気持ちでいこう、そのぐらいの気持ちでいこう。よしよし、勢いでいこう。はぁ、なんかカスタム入れちゃおうかな。なんかすぐ当たってるんだったらすぐ知りたいですよねでもどうしよう、なんか変えたら変えたでなんか違う気がするしな。あれやばい、もう10回転早い。まあでも 58.8 分の1、はい、 58.8 分の1、大丈夫。怖い、早く当たって、早く。で、当たったら 40% でね、もう上位ですから。そうなのよ、当てないと。そんなに引けない、 58.8 分の1。やだよ、そうするとなんかどんどん近づいてきちゃう気がするから。本当に違う違う、58分の1、58回転過ぎた、怖い そんな当てらんない。でも私なんか手止めちゃダメな気がする。これはST はね、休ませたいタイプなんですけど、ちょっとこれは手止めたらいけない気がするんで、このままいきます。怖いな、違うな、やだね、あ、違ったあれ、なんか勝ちやすいキャラの方がいいって感じですよね。で、バトル行って、あ、止めるつもりないの止めちゃった、やだよ。あ、でも待って、ちょっと待って、止めるつもりないのに止めちゃった、大丈夫だよね。あ、これじゃない、じゃあこれで、あ、おいいんじゃない、今、あ、いいんじゃないですか。これは当たった。え、なんてね、当てたことがほぼないので、ラッシュ中に。大丈夫じゃないかい、大丈夫、ちょ、震えて、大丈夫ですよね、多分ね、これね、あの、なんか出てたし、帯、うん、帯出てる間大丈夫系のやつじゃないですか、あれ違うの、風とか吹いたりして、ああ、早い、おー、すごい、よかった、やったー、40%、ない、いい音してる、ないので、え、これどこででしたっけ、この後、この後か、いや、あ、
普通の、はい、60% の俺、1500。まあいいさ、まあいいさ。よかった、86回転。怖いな、長引くと。サクッと正しいしてみる、こちらが自分の位置だったら。え、なになに、え、嘘嘘嘘。え、やばいじゃん、やばい、勝利期待度に。え、でもなんか嫌な感じで出てきた感じじゃなかった気がしたんだけど、そんなことないかな。そんな早く、そんな早く、でもそうだよ、そんな早く97分の1とか引きますって話ですよね。大丈夫？弱いんじゃないのそれ。全然減ってない。2000発出せばいいだけの話ですから、うん、そんな簡単ではないんだけどね。一人の力じゃないからね。でも前回このタッグリーグで組んだのが私チェリちゃんだったんですよ。でチェリちゃんと組んだ時はチェリちゃん全然出してなかったんです。あれこれ高田が悪いまである。だってキュインちゃんってこのタック系のってすごい強いって言ってたんですよね。でも今回私とペアでね、現段階でも 2万4000発ぐらい個人で、キュインちゃん個人で負けてるから、これ高田下げ満説あるな。申し訳ないな。でもなんかこれがね、いや高田と組んだから出ないよってとはやっぱみんな言わないからね、優しいよね。優しいですよ本当。その台との相性ってあると思いますけど、やっぱ人との相性もありますからね。思ってるかもしれないけど、それを口にやっぱ出さないっていうね、優しさですよ。でもまあ名前チーム名のさ、やっぱチーム上り竜ですから、こうやっぱ這い上がってね、もう上っていく
っていう意味も込めてのやっぱ上り竜なんで、もういいよ、もう負けた、いっぱい負けた今まで、今日勝ってこそだから、今日勝てばいい、とりあえず22,145発さだまでプラスにすればいい、今までこう食べ込んだものをすべて爆発させればいいだけですからね。早めに当てんと、さだまだからね。そうそう、個人的にそのリゼロ2はちょっとあんまりいい思い出がなくてですね、そうないんですよないけども、まあダッシュ入ればさ、やっぱやれる機種スペックではあると思うんでね。はい、なりました。頼むよ。一発目の叫ばれ、四つ目ですね、保留。チャカチャカしてほしいな。割れるね。はいはいはい、さっき読んでいる。どう。チャカチャカはない。ないね。あと1日。一発目。これで仕留めたい。長い。さあ、ここですね。続くよ。まではまあまあまあ。はい、まだまだ続く、チャンスか、せめて圧、圧欲しいな、続くからね、ここはまだ続きます。いやー全然エロ、いや紫だ、いやしかもチャンスだ、弱い弱いな、すまる、どこですか、まあ、一応ロズワールか、山ロズワールでもな、はい、メイドリスタート、いやさすがに弱いよこれは、緑赤激アツジャッジ、もう激アツジャッジしかない、えっ、よっ、いやでもほんとこれだけなんだよな、これだけか、いや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 、でもいやなくはないよ、なくはない、お願いします、くわいやもういやうまあしょうがないよね、いやもうはい、な無念、いやーちょっとな、ちょっと足りなかったよね、僕がなー、いや切り替えよ、なってくれた、なってくれました、122回転で次は当てる。
今ね、いいよ今ね、この上皿なくなったらね、うん、台移動しようと思ってたの、うん、そしたら今これ来たから、これが当たってくれればいいんだけど、一応 50% で入れている。頼む、頑張るね、当てたいよね、ね、当てたい、ラッシュやりたいよね。ただラッキーパトか5なのかちょっと怪しいよね、怖くて押せない。パトも入れてた、うん、パトもね入れてみたんだけど赤いね。頑張れ、いいよいいよ、6連敗してます。ドラゴンスレイヤー最後の戦い、保留はね変わっていない。ほいほい、時代の割を告げる黒木龍、はい、あ3人上がりました。図柄勝利でラッシュ確定、頑張ってほしい。あ紫保留になりました。セリフは白いけど、え、あ、え、当たったらラッシュ確定、あ、3点じゃん、そう、3点、うん、パト行ってみようか、あ、パト消えた、押さなきゃよかった、もう移動するよっていうプレッシャーは与えるのは有効的かもしれない。ちょっと今の当てたかったな。ああびっくりした、お久しぶりです。いや久々に、あーお高でござい、ワクワクだけ読んでいますが、もうそろそろ当てたいよ。赤、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 怪しいですね。あやだ、チャカチャカはないんですけども、いやー、ボリューム攻めて赤以上だよな、この辺ではチャンス。4点敗、足りないよ全然。なあれれれれ、まだまだ続く。当てたい、当たらなきゃやばいよ、もうまだまだ続く。紫やめて、攻めて赤、あーくくくく、紫はダメだって。いやいやいや、まあ、展開次第か、諦めるな、助けてよ、大チャンス大チャンス大チャンス、うん、チャンス、いやーチート弱いよ、何度でも、死ぬ、ガフィールだけはやめて、ガフィールだけはやめて、出たガフィール来てしまったか、はい、緑赤激アツジャッジあるよ、緑いやカビルか、はい、じゃあ緑赤、いやちょっと厳しいよこれは、薄いとこ取れね、すいません、まだです。
はい、今373回転まで回しましたし、ちょっとさっきローリングもね今来てくれて当たったかなとか思ったんですけどダメだったので、ちょっとみのりの隣まだ朝一台なのでそっちに移動したいと思います。車ないとね。あーったー、来ました、金です、ありがとうございます。せりちゃんいないちょうどいないあの本当に下手なことしてない限り、その一波約一波とかを引いてない限りはほぼほぼ大丈夫だった。気持ちいいな、いい音だったな。よしよしよし、はい、あこれ鍵集めるやつ、あ違う、違います、攻撃は行くでしょうね。行かないんだ。まあ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 。いいよ。いいですよ。当たってくれるんだったら全然いいです。私剣にしてますよね。剣ですよね。さっきなんかちょっと急に不安になってくるけど、でも3点なし。そうだよ。でラッシュもいただきじゃ。オッケー、あーよかった、241回転です。よっしゃ、デラッシュもいただきと3で濃厚ですね。そうなのよちょうどちょうどちょうどキュインちゃんに見られたけど、いやよかった、強気の金ローリングでよかった。よし、オッケー、さあ次は伸ばすぞ、マジで。カスタムは何も、あ、ちょっとどうしようか、どうしようか、もうそんな
早いの。ああ、よいしょ。ああ、まあいいよ。先ローリングとか入れちゃうとなんか本当に分かっちゃいますよね、このオートボタルだとね。だからまあ何も入れない方がいいのか。おっ、どれっせ、はい、読みも入ってないんですよね。入ってないのね。え、ここで、え、ここで、そうなの、誰、何、あ、いいじゃない、いいじゃない、勝利期待度高いよ。4、いや本当に私の体的にまず4回転、15回転とかで90何分の1とかは引けない体だと思うんで、本当お願いします、本当に。あ、よかったよかったね、そういうことね、そういうことです。はい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 、そして分かるだけな。これも違うかな、違うかな。そうね、普通の。あ、来た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 、よかった、よし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 、40パー取りました、3000、いただき、やった、よかった。3000でラッキートリガー突入です。まあ、ここからもね、集中力切らしちゃいけないけど、でこれで、あれ、ここの入ったやつでも上乗せはありますよね、上乗せの可能性は全然ありますよね。 40% で上乗せのチャンスあるんで、ここ上乗せ取っときたいな、かなり大事。スーパーで見せてでかいっすよ、あれなんですけど、あ、ちょっとルーレットは無のところでした。継続はするみたいです。ちなみにまだ誰にも打たれていない台なので、ゼロ回転スタートです。なんかね、赤いけど一応ね、堀は光ってる感じですね。はい、
あ、巨大ハッピーちゃん。さっき最初の台で打ち破れなかったやつ、とりあえずネックストまでは行ったみたいに。おいよー。はい、3つ目に行きました。あ、保留紫になった。おい、あ、赤の集合のカットイン入りました。はい、グレーフルバスタ合ってるかな。ご転敗してます。タイトルは普通。ふぅ、上がって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 、あ、落ちた。ちょっとね、セリフも白いまんまですし、ちょっと難しいんじゃないかなっていう感じはしてるけど、はい、そうですね。でもまあ座って一玉目なので、まあまあちょっとなんかやる気はありそうな感じはします。はい、ということでカスタム入れていきます。さっきと同じ感じでいきたいと思います。さっきローリングは赤で、パッドはちょっと入れないでおこうかな。
ます。今とこハッピーゴンぐらいしかいいところがない。さすがに、さすがに上に行った。いやー当たってほしいけどな。なんか弱いけどハッピーゴンのみ良かった。これねカスタマイズ先ローリングだけだったら全然。あーびっくりした。よし、3度目の正直、よし、オッケー、動いております。はい、いいよ。ここで決める。はい、動いております。熱くなってきたよ。あかん。よし。オッケー。紫じゃないだけいい。頼むよーマジで。あれ待ってこれ。ああこうやっていくんか。モリモリで頼むよ。よし。ごよく SP。間違いなく今日一熱いリゼロでは。よく SP です。いやようやく見れましたね。外したくねー。いや外さない、外したくないとかじゃない。エルザ OK、 いいよ。大丈夫、ここで決める。はい、よし、一発目。もう絶対に外したくない、絶対外さない。これは当てます、大丈夫、当たるやつ。これは
し、ようやくです、当たりました、よかった。時間がかかってしまいましたが、投資の方が31,500円。いや大丈夫大丈夫大丈夫、いけるよ。頼む。よし、あ、なんかキュインチャーも当たっている。よしよしよし、これはいやどうしよっかな。いやバトルでいこう、バトルでいきます。頼むよ、本当に。魂の一球、はい、はい、入りました。うわ、絶対入れる、絶対入れる、絶対入れる。こっち。いやいやいや、まあまあまあ、まだまだまだ。ひゃー、あー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうチャンスアップだけど、入れる。いや、遅くない？よしよし、後ろにもよし、入りました、完全でございます。さあ、こっから終わらせなければいい。ナイス、ありがとうベアコ。さあ、こっからですから、ありがとうございます。いやー、いい球入ったよね、ありがとうございます。3000、ナイス3000からの上乗せ、上乗せチャンス。ラストまで分かんないかな。水、ない、いやもうまあまあしょうがない。さあ、ノーマルでやろうかな、ノーマルでやります。ドナーブルアップ、じゃあ、じゃあ、待て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 、オフにして、落ちブルアップ、先バレも入れよう。あ、じゃあ、で信頼度、信頼度はや、先バレ OK。早いな、ちょっと待って、早い、あ、なったなったなった、はい、よしよしよし、なった、はいはいはい、まあ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 、よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいですいいですいいです、もう全然、ありがとうございます。44回転チーブル、信頼度入れるか、よし、ナイス。あ、10% で当たるんだ。気持ちいい。やばいや、6か。まあまあ、いいです、いいですよ。続けばいいのに、続けば。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし。あ、よし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 。はい。よし、よし、危ねえ、怖い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 です。いやー、3000はね、取れてはないんだけど、全然全然。いやー、そろ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 、いやー、やばいやばいやばい、
で焦るな。大丈夫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 。いやちょっと待とう。ちょっと手別はあ、だめだ。早い。怖い。怖いよ。あ、ブルった。え、ブルった。ブルってない。ブルった。あ、ブルってない。なんかブーってなった気がしたけど。はい。叫ばれ。いや、まだ終わらない。お願い。怖い。うーあー。お願い。いやーもうお願い。ロングヘッド。うわまずい。まずい。くーやめてーやめてー。終わらないで。ああ、終わった。7万発出るはずだったのに。地味。すごく地味。いやー、3000取れなかったですね。足りません。全然足りていません。6000発か。足りないよ。まあでも持ち玉が。まあ5連ですね。はい、遊びに真面目に、うまい棒で頑張りたいと思います。まあ今チャラぐらい、やっぱりチャラぐらいか、うん、の、現状ではあるんですけれども、まあ多分向こうチームも結構苦戦してそうな感じではあるんで、まあ、うまい棒でね、サクッと一発当てて、で、まあ、ボーナス、ね、7個全部とは言わないですよ。5個ぐらい、5個ぐらい欲しいな。34分の1ですよね、確かね。意外と引けるんですよ、これが。紫さんだ。なんだって今思ったけど、あったやばすぎやばすぎ。しかもラッシュアクノロギア。そうだ、紫にしたんだ。10個かって今思ったんですけど、今ウェンディのあの天気の煽り結構ガセるんですけど、方向するとまあ風のね
終わりって早めに準備しよう、次に向けて諦めよ、最後までドキドキとかしない、逆にもう次次に次々って逆に当たるときはもうバーンってなんかローリング入るんで、多分安心して早めに、そうルナ大丈夫、58分の1を引くだけ、97で転落するってことを忘れよう、無限に続く ST ですから、ね、58分の1の大丈夫、あれ回れ太陽回れ、しょうがない、しょうがない、もうこればっかりは多分これは転落を引いているよ、なんでなんでもうなんもなってない、いやどうしてなんだろう、あ、びっくりした早い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 、いいよ、おしょう、まあ、たけしさんの金とか欲しかったけどな、ああああああ、はい、ありますありますね、突然の強欲、いや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 強いよ、いや頼む、ここで当たったらマジで早い早い早い、はいはいはい、注目動画一つですね、よし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 、いいよいいよ、あーいい、全然全然、全然ロズワールいいよ、いや当てたい、いや保留、青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 、うわー、いや、ちょっと待ってでも保留このままなの、まずい、鬼奴柄とか、あ、普通です。はい。うん。あ、よ、うん。予告だけだった。それだけだったらいないんだよね。そうだ、そうだ。リゼロはそうでしたね。
よし、いいね。あー、動いてはないけれど、はい、じさん足りないよ、全然これはこのままじゃ。ペトラ、いやー弱い。ガーフィールやめて。いやまあまあまあ、そこはある。ああ、かもじ。さっさっぷ、はい、青スタート。青ギャグ勝ち。保留もこのまま、うい、だ、赤、青、青、赤ですね。いやー、ちょっと弱そうに見えるけど、でも当たんない。いやでもなるようにはな、うん、なってる、なってくれてますよ、結構。次で決めよう。なるようになってきた。それはいいこと。解放したい。頼む頼む。ぷい、チャージ、フェアリテールチャージ。まあ一応当たりではあるんですけど、これじゃない感が半端ない。とりあえずね、179回転ですね。ブレキトーン、赤赤50%。お願いします。ちょっとハンドルを離して祈りましょう。いやーちょっとね、今度こそですね。大丈夫、きっと大丈夫。次ですね、はい、いい顔してるよ。ラッキーパッドがなんか3っていう、ちょっとどうだろう。セリフは赤い、ルーレットさっき見た、ネクストっていう緑色ですね。さっきみたいにデンジャーちょっと出てくれたらよかったなみたいな
はい、紫色ですね。あ、ラッキーパットは10になってます。はい、ネクストで3つ目に、あ、赤い赤い、3つ目に行きますが、保留は今のところか。あ、30、ラッキーパット30だって。あ、ラッキー出た、よしよしよし、よかったよかったよかった、パート押しちゃう元気に押しちゃう。あれ、え、ラッキーパートは見せてもらえないのかなこれなんかキュンキュンキュンっていうの見れると思ったのにおかしいな。はい、ウェンディ、わ、今風は出ました。え、気のせいじゃないよね不安になっちゃう。でも保留も変わってないです。はい、タイトルも普通。え、不安になってきた。え、錯覚嘘嘘、風出たよ、空調。え、あれ、強撃も来てないよ、セリフも白いよ。え、え、いや、あるあるある、大丈夫大丈夫、ぐるんぐるしてるぐるんぐるしてる。いや、そうよ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 、ええ、お願いします、ありがとうございます。ほい、ほら、よかったよかった。なんでラッキーパッド見せてくれない、意地悪ボリュームも変わらずセリフも白く、でもとりあえず当たりました。いや、よかったよかった。26回転5図柄です。投資が、3万と6500か。はい、ありがとうございます。いろいろあがきましたが当たりました。あ、ありがとう、やりますす、めぎゅうします。73% ね、約これは持っていきましょう。よし、頼む頼む頼む、お願いお願いお願い、約 73% いけるでしょ、いくよ、いって、嘘でしょ待って、あよかった、もう頑張りましょう。ちょっとみのりんを、あの、みのりんの無念を晴らす戦いができるように頑張ります。期待度の星めっちゃついてましたね。いいよ、クールビューティーなお二人。はい、なんかボタンとかみたいな、よし、ボタンのなんかありますね、示している。はい、青いボタン、あ、これダメだったのかな。頑張れ頑張れ、紫、おーよかった、ありがとうありがとうありがとう、びっくりした、今胃がキュッてなっためちゃめちゃ胃がキュッてなったあー、よかった、ありがとうありがとう。はーい、あー、これは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 、イエーイ、10分落ちてきますおーイエス、ありがとう、これが見たかったの、これが見たかったの、私、ありがとう。3000、ありがとうございます、3000いただきました。
止まった。お、パチ、おー来た、ありがとうございます、ありがとうございます、サンキュー。やだ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 、まだあの可愛いパト見てないから。あれ、まあ緑金、え、あ、やだやだやだ、劣勢、頑張って頑張って、夏頑張って、こんなとこで負けてる場合じゃないから、頼む。わー、そう、まだまだあなたにはやるべきことがある、耐えて。嘘やん、ラッシュ4、トータル6000、ちょっと早い、再び3000いただきまして、すごいなんかピヨイーンってめっちゃいい音が鳴ったから、ピーって思ったらダンホで当たってました。ダンホ流サキュー、あー来た、ありがとう。いや、なんか最近サキューってめっちゃ言っちゃうんですけど、人のやつだよなと思って、ちょっとなんかやめようと思う。なんか口癖になっちゃった。ただ金色の扉が閉まりましたね、ありがとうございます。3000エクストラ、ピヨピヨしてる、上乗せ4500バースト、ありがとうございます。あなたは呼んでいない、呼んでない、呼んでない、やだ、呼んでないのよ。守って守って、いや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 、さっきと一緒、ダメ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 、よくないそういうの。夏頑張れ、イエイ、あはまだあるでしょ、そう、頑張って踏ん張って、まだいける、あなたまだいける、うえー、さっきと一緒やんけ。はい、7回1万500ということになりました。今度こそ本当に終わりか、いや楽しかった、 あったちょっとやだ、嘘、またサンズからだね、え、ザンホ強くないすごくないすごい、ありがとう、引き戻し嬉しい、ありがとうございます。3000、3000。
おめっちゃ風出る。はい。ありがとうございます。再び3000円いただきました。ほーい、ありがとうございます。これかっこいいだよな。はい、スーパーフェアリーボーラー。おー風吹いた。さっきのね、開眼しなかったですね。レディーゴー、また会えたね、あなた。ちょっとキャラの名前がわからないので勉強してきます。4500、ありがとうございます。あー、ちょっとそんなこと言ってたらちょっと出てきちゃったじゃない。もうやだ、これさっきからダメだから怖い。ほら、ずっと一緒だもん、流れがずっと一緒で、セリフも白い。どうなったらむしろ勝てるんだろうか、それを教えてほしい。せよ、ほら。ちょっとやだ、まだ終わりたくない。やっと戻ってきたのに、せっかく10回15000。いや十分ね、すごい頑張ってる。だけどなのよ。もう終わりかな。あ、左打ちに戻してくださいって言われちゃいました。実践終了。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、今日はね、上り竜にとっては大事な試合だったんですけど、うん、はい、そうですね。結果どうなったか、サクッと発表していきましょう、うん、はい、はい、じゃあそんな大事な我々から、はい、今日我々はね、プラス2万2000発ちょいぐらい出さなきゃ、うん、はい、そもそもダメだったんですけど、結果は、うん、私、さくら議員が投資3万7000円、うん、出玉が0、出玉マイナス9250円。うわー、マジで使えないやつでごめんなさい。そして高田ちゃん、はい、投資が31500円、はい、出玉が4037玉、さだまマイナス3838個、はい、チームさだまがマイナス13800個。いやー、ダメでしたねー。高田ちゃんもまあマイナス、ね、まあ、リゼロでラッシュ入れたんですけど、まあ、レンチャンが伸びないのと、その3000が頭の3000、1回しか取れなかったっていうのが、ちょっとなっていう、今なってたかなと思うんですけど、残念。そしてチームフラワーパウダー、はい、2人はね、もう決勝は約束されてたんですが、今回、川原みのり、急に振る気分が、ちょっと読んじゃって、全然、あってはいる、君ちゃんが私のことどう思ってるのかがよくわかりました。チームフラワーさん、みのり、投資2万円、出玉が0玉、さだまがマイナス5000玉、はい、ちょいマイナス。そうですね、ちゃんと遊びに行ったからね。まあね、遊んでたよね。うまい棒で遊んでた。遊ばなきゃなと思ってた。遊んでるわ。やばいな、チャラで終わっちゃう。全部入れて追加投資までしたんだから。すごい。そしてチェリちゃん、投資が36500円、出玉が14134玉、出玉がプラス5009個。すごい。チェリちゃんすごい。すごい最後にね、うん、しかもなんか意外とすぐあの楽器取りが入ったけど、すぐ終わっちゃっ、あ、終わっちゃったってなったら、うん、ザンホーで当たって、うん、すごい、でまたちょっとなってすぐ終わっちゃって、うん、そしたらまたザンホーで当たって、うん、すごい、2個しかあるだから、すごい、2回頑張って、そういう風に出すんですよ、あれは。そうだね、ザンホーでどうにかするところまで来ました。なるほどね、すごいすごい。そしてチームさだまが
プラス9玉よしよしよしうまいうまいすごいよ9玉ってなかなかないけど、うん、すごいです、うん、プラウンパウダーもしかして全勝ですか。そうなんちゃうねー、すごいやん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 そして個人賞も多少変わったんですが、はい、現在の最多一撃連射賞更新なくみのり17連射よし現在の最多初当たり賞ですね、うん、なっちゃん単独だったのが今回で、うん、なつみちゃんとチェリちゃんの同率1位で9ポイントです。おすごいすごいすごい当たりました。把握してなかった。そして、MVP なんですが、うん、MVP は予選のみなんですよ、うん、はいはいはい。ここで終わりか。ここで終わりです、うん、はい。ジューダンジェリコさんありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、さすがです。トータルサダマ成績がプラス33,398玉ということで勝ってるな。かなり優秀でございます。ジューダンジェリコらしかなのよ。これがもう完全に MVP だね。すごいですね。でしっかりね、チームとしても決勝いけるってことで、うんうん、だいぶね、フラワーパウダーはいい感じで、うん、引っ張りすぎなくてもいいですね。危ない危ない。でここでね、うん、我々はあのもう敗退で後ろで会うつもりだったんですけど、そうですね、残念ながら、残念ながらもう解散です。ここで、はい、今日で、はい、今日で解散です。冷たい制服を脱ぎます。脱ぎます。はい、ここで脱いでてください。見納めだ。捨てます、捨てます、捨てないで、捨てます、すぐ捨てます、もう。いやどうでした、我々ちょっといいとこなしだったりもするけど、ちなみに勝った覚えある、この予選3試合やって。いや勝ってないかな。私も多分間違いない、0勝、うん、逆 MVP ぐらいだと思う。本当にマイナス3万発ぐらいいっちゃう。いやいやいや、なんかください。欲しいよね。逆ね、逆ね、ビリド。かわいそうでしょ。かわいそう。めっちゃ調べて。過去のやつをめっちゃ調べておりて。いや、なんか、当たりは取ってるけど、多分伸ばしきれないみたいな感じだったんですよね、毎回。すいません。いや、こちらこそ。あれご、すいません。私が完全に悪い。結構頑張れるので、今回。いやー、すいませんね、なんかやっぱ相性悪かったからね。もう解散です、解散、解散、さよなら。ここの相性解散しよう。解散です。すごい悲しい終わり方だね。不仲みたいな、やめてやめて。まあ、そしてですね、決勝はチームフラワーパウダーとチームザコアヒッコンテロに決定した。なるほど、なるほどね。どっちが優勝するか分からないですけど、賞金ももちろん出ますし、そうですね。あとはね、個人賞も更新できるんで、はい、決勝も気を抜かないように。わかりました。大丈夫かな、花粉飛んでる。ああ、決勝なんすか。いや、大丈夫。いや、私はもう年中結構なっちゃってるから、うん、もう飛んでなくても、もう鼻水垂らしておけばいい。夏元気なんだよね。あ、そうなんだ。え、でもここがあの頑張ってくれないと。あ、確かに。お願いします、本当に。そう、1年の中でね、夏だけ唯一ね、花粉にね、あの影響を受けない時なの。やべえ、まずいな。そうだね、杉をこう、ああ、もう持ってない、もう杉持参して、ね、体張ってね。なんか当たらなかったらちいちゃんがこう、そう、こうやって、くしゃんつってやった方がいいの。ずるずる言わせてやるから。花粉パワーで決勝頑張っていただきたい。頑張ってください。頑張ります、頑張ります。ということで、また、2チームの決勝戦楽しみにということで、今回はこの辺です。さよなら。